カルパティア山脈は中央ヨーロッパ、東ヨーロッパの山脈である。カルパティア山脈の衛星写真、ゲルラホフスカサンモルドベアヌサンカルパティア山脈主に、スロバキア、ポーランド、ウクライナ、ルーマニアと、周辺のチェコ、ハンガリー、セルビアにまたがっており、全長約1 5 0 0トル。スロバキアのブラチスラバ付近から北東に伸び、と南東へ向きを変えて、 ルーマニア中部のトランシルバニアに達し、さらに西、北へと向きを変える。最高峰は、スロバキアの最高峰でもある、ゲルラホーフスカイアマ。アルプスヒマラヤツクリヤマタイに属する、新山系だが、アルプス山脈ほど険しくはない。岩塩、天然ガス、石油、鉄鉱石、貴金属などを産出する。第一次世界大戦の頃、オーストリア軍とドイツ軍が、 当期にナポレオンバリに山越えを観光し、ロシアに戦わずして80万の損害を出したことがある。カルパティアの名の由来については諸説あり、よくわかっていない。古代スラブ語で山脈を意味する語に由来するという説は、スラブ人がこの地域に移動する以前の文献にこの語が見えるために成立しない。各国語による呼称は、チェコ語、スロバキア語、ポーランド語で、 カルペティ、ウクライナ語、ルーマニア語、マンティ・カーペティ、英語、カルパティア・マウンテンズ、またはカルペジーンズなど、日本語では、時にカルパート山脈とも言う。以下の部分には、固有の名称がある。なお、西カルパティア山脈、東カルパティア山脈という用語もあるが、山脈が長く屈曲しているため、と、指す範囲は、一定しない。ありがとうございます。